おはようございます。なんて LINE しましたよ。ねえ、それの忘れちゃった。でもね、昨日10時半くらい寝て、なんかやけにハンちゃんの投稿流れてくるなと思ったんですよ。なんかファンの方がハンちゃんのその時に なんでなんだろうと思ってたのね。私なんか特に投稿見てなくて、ずらーってこうやって見てたから、なんかやけにハンちゃん出てくるなとか思ってたけど、思ってたらハンちゃん誕生日やった。でも今日会うからね、その時に言おうと思って。もう中学校もあるよ。まあまだ大丈夫。あとね、もう少し、3月になってないからね、まだ。でマジさ、私ね、3月2日まで公演ないんだと思ってたの。1週間ぐらい公演ないんだと思ってたら、普通にそう29までがあれだったから、29までが2月だったから、2月って29日しかないんだよ。あら、なんかめっちゃ全然週末だった全然週末、1週間ぐらいないなと思ってたの。もう1週間ぐらい、結構湧くなと思ってたよね。そしたらね、全然全然今週末。古典してハンちゃんの生誕、で12日に、でもこの2から12の間私何もないんだ。あ、コンサートか、普通に。コンサートには今日からね、だからいつから始まるかな、コンサートには。4月はなんかさ、いつもなんかこう3月して終わったと思えば、4月のリハして、4月のもうやって終わって5月みたいな感じじゃないですか。スタリとか一緒なのかな。なんかこの前のツアーみたいなさ、アンダーザスポットライトみたいな、セトリがほぼ一緒でとかだったらまだね。トリプルココの12時ここ私ね、ここ3人でね、前座をしてみたかったんだよね。ちょっとできなかったけど、そう、なんかここまで一緒なわけじゃん、みんな、なんかニックネームがココちゃんとか、ココニックネームこっちゃんとか、なんかこじゃなくてココちゃん、ココハ、ココッペだから、みんなココなんですよね、一応ニックネームも。だからなんかだからココまで聞こえて、ハかロかちゃんか。でもね、私的に思うのが、ココちゃんとココハが、なんかちゃん、ちゃとハがね、聞こえるのか分かんないけど。そう。そう、結構ねイコールうちはココの人いるやん。でもココの人は大体グッチだからそのうちは大体グッチだから、いやちょっと分かるようにやってるからね。
こちゃんとか。たまに分かんない人いるけど、なんかグッチとかと隣でお見送りした時にグッチがめっちゃ反応してるから、あ、この人はそうなんだって分かんなくなっちゃうね、ここ派だけだったら。なんかここ3人なんか珍しいよね。逆に7期生の子たちはさ、いるのかな、名前一緒の子って。なんか似てる名前がさ3人もいるとさ混ざっちゃうよね。先生もさ、なんか全員ね学年も違うからなんかややこい。で入った時は中1中2中3だったもんね。私今中3だからもう卒業やば。そう同期でさ同じ名前とかさ似てる名前って結構ね、でもココッペのことココロっていう人いないからさ、絶対コゴッペだから多分ココロって言われたらびっくりするよね、メンバーの誰かが。やらないね、私さ7期生同い年の子が来るかさ、私来たらもうその子とは、ね、絶対仲良くないみたいな。基本的にさ人見知りだから多分いけないけど、でもないだし、でもさ高1とかさいそうっちゃいそうだよね。何食べるのか知らないけどいそうっちゃいそうなさ人数、あ人数は学年だからさ、もうね二次審査が東京と大阪終わってるからね、あと福岡だけだよ。だから日曜日じゃん、日夜の公演が終わって終わった次の日だからってことは3その3月4日の週に朝ですで多分あると思うんですよね。だからそれが楽しみ。
でも私がオーディションを受けたのもちょうど2年前ぐらいじゃない、2年前ぐらいのこんぐらいの時期は多分3次審査ぐらいなのかな、2月の3次審査、2次審査して3次審査して合宿だから披露目もいつするか分かんないけど、でもコンサートしたのは5月9日かなって、なんか4月の十何日に多分合宿あるでしょ、だから5月9日のコンサートで、ごめん、でもってなるとさロッキーとお披露目日近いんですけど2日違い、なんか連休部渋谷で、何人入ってくるかな、6期ぐらい入ってくるのかな、15分ならないかな、私な7分ぐらいになるかな、15分もうちょっと下になる、42、3分に始めた、今56だからあと1分ぐらい、1、2分、まあ2分もあればね、何に入るかで、なんかさロッキーからさ、めっちゃさ、ん？なんだっけ、いやなんかさ、先輩の気持ちになるってやばいね、まだかな、15分来たかな、来たってこと、私に表示が来てない、もう来たってことか、あ、来た、はいはい、13位にゃんたさんありがとうございます、12位しんさんありがとうございます、11位しみしみさんありがとうございます、10位ちゃんとくさんありがとうございます、9位かずっぴさんありがとうございます、8位さださんありがとうございます、7位亀町さんありがとうございます、6位大さんありがとうございます、5位ただのすがなさんありがとうございます、4位かんさんありがとうございます、3位ステックさんありがとうございます、2位あおいちゃんさんありがとうございます、1位ポンタロさんありがとうございます、ありがとうございます、さよなら、じゃあね。